はい、こんにちは。講師の出口英一です。では、ワルツの基本的なベーシックのステップだけ今画像で残したいと思いますので、ぜひご自宅で練習してみてください。まず最初にやるのはレフトボックスとレフトボックスターン、続いてライトボックスとライトボックスターンをやってみたいと思います。まずレフトボックスですね、左足前からスタートします。3拍子で前横閉じる、右足が後ろ横閉じる、左足が前横閉じる、右足が後ろ横閉じる。そのまま90度曲がりながらレフトボックスターンにしてみたいと思います。左足前90度回転して横閉じる、右足後ろ左に回りながら閉じる、前横閉じる、後ろ横閉じる。左回り、自分の左肩が回されている、押されていると思いながらやってみてください。もう一度いきましょう。前横閉じる、右足が後ろ横閉じる、前横閉じる、後ろ横閉じる。以上がレフトボックスとレフトボックスターンです。続いてライトボックスとライトボックスターンに行ってみましょう。ライトボックス、先ほどと逆です。右足が前に出るボックスになります。右足から前横閉じる、後ろ横閉じる、右足前横閉じる、左足が後ろ横閉じる、ライトボックスです。続いてそのままライトボックスターン、自分の右肩が押されていると思って右に90度回転をしながら踊ってみたいと思います。いきましょう。右足から前横閉じる、左足後ろ回りながら閉じる、右足が前横閉じる、左足後ろ横閉じる、前横閉じる、後ろ横閉じる、前横閉じる、後ろ横閉じる。以上、ライトボックスとライトボックスターンでした。ぜひご自宅で練習してみてください。ではまたスタジオでレッスンでお会いできることを楽しみにしております。